Previously on episode 9, I visited a Shorinryu dojo in Shuri, Okinawa to train their stances, punches, and kicks. The most interesting point was the body part they used for their maigeri or front kick in English, and it was not the ball of the foot. Check out that video by tapping or clicking on the right top corner or through the link in my description. Today I'm going to train the Shorinryu version of Naihan Shodan. And I guarantee you, if you watch this video and listen carefully to Uema-sensei's advices, your kata level will increase for sure, regardless of your styles. Let's start watching. Naihan Shodan. また基本的に立ち方ですね。はい。ここは内反地だって、内反地と言って、つま先締めて、はい、腰を落とす。で、腰を落とすと膝が中にあるので、膝は外です。つま先の中で、膝が外。だから足首がぐーっとちょっときつい。はい。で、お尻を締めます。この立ち方が内反地立ちって、まあ、初段、二段、三段と。はい。全部この立ち方です。で、横に行くときには、両方全部つけて、つま先だけでは、はい、つけて、また、かかとから入る、後ろから入って、ちょっと前に、あ、そうすると自然に中に締まる。なるほど。これはなんで側頭から、はい、まあ、これはあの足首の柔軟性も兼ねてです。あ、なるほど。ここだと足首が、はい、しっかり、まあ、楽なものをやるのに、常にきついものを、そういうこと、そうそう、ド M ってことです。空手かどうかもしれないですね。それにも鍛錬も兼ねて、で、そうそう。そうするとこ横にちゃんと、はい、ここでいくとやっぱりずれてきたら、なるほど、かかとの締め方が甘くなるので、はいはい、分かりました。ちょっと一緒に動いてます。はい。内反地をでつま先を閉塞にして、左手が前。で、あんまり体から離さないで、はい、この底を締めます。で、1で見ます。で、2で動いて、3で横に向けます。4で1です。5で取りながら反対見て、6下段受け。7は限りですね。8、5下段受け。9で正面見て立てる。10手を交差を。1裏開け。2左見て、3足を受けて。で受けます。4反対見て、5で中に。6取りながら反対見て、7戻って突きですね。8ひっくり返します。ここでそのまま肘を曲げていきます。9で肘、10、1、また繰り返し戻ります。2、3、4。5、6、7、8、9、10、1、2、3で体を戻して、顔を戻して、Oh, just one question before we move on. Do you have a horse stance in your martial art? If so, how do you make your stances rigid and stable?I'd love to hear your insight in the comment section below. Also, if you'd like to level up your karate with me, come check out my online karate lesson from the link in the top right corner. For only now, I'm giving away a 24% discount code for the first 2 months because it was my 24th birthday. I hope you guys don't miss out on this opportunity. Okay, back to the video. The movement is simple. This is the important thing. The movement is simple.下半身の鍛錬、うん、そういったのもちょっとやっていきましょう。はい、もうちょっとずれて、こっちで止まった、はい、用意で、これをもう離せます。1、見ます。2、3、
で、肩でぐーっと、ちょっと幅が広いので、締めて、腰を落とす。で、この時のお腹を使います。はい。で、下半身。ここでぐっと締めます。で、ここは受けの動作なので、ここで肩も。そう、そう、肩に近い。はい、4、肘、ポン。で、体をしっかり回して、はい、これは中段です。はい。で、手の甲はここに、あ、そう。で、肩に近く。はい、1、締めて、2、下段、OK。で、これはもうさっき言ったように広げるね。はい。ここの奥の、ここで、刺激を。3、下に行く。はい。ここを体から離す。はい。ここに。はい、4、動いて、高さ変えます。5、受けます。そうそう、これ同時ですか？同時です。はい、見て同時に受けます。でここに受けないので、脇に引っ張る。はい、1、反対に、脇に近い。はい、2、見て、裏剣。3、見て、で重心は漏れないで足だけ動かします。そうです。で、1、受ける。これも動かしすぎる。こっちの腕はどちらで？ここはこの胸の前に。はい。で、これもここで受ける。あ、ここ1、反対入れて、2、3、回して。このまま、もせもせても。あ、そうか。1、取りながら反対を見て、2、両手を使う。で、これも体が離れて、はい、ここで力を。で、これ上からも、下からも、肩を力を。はい、1、ひっくり返す。脇締めて、2、肘。3、4、出る。5、6、高さ変えないで、7、8、9、裏剣、10、で、1、もうちょっと小さく、はい、2、この動きは先生どう？そのまま前の位置から横に動くだけです。だからこの角度は一緒です。はい、横に行っても角度が一緒、はい、伸ばしたりしないように、はい、で、さっき手首使うって形、手首、はい、ポンと、そうです、1、見て、2、そう、で、伸ばす、3、で、肩を、4、5、5で、やっとここで戻ります、はい、はい、うん、額になるんです、はい、で、肉を締めるっていうんですか、肉を締める、そうそう、口で言うんじゃなくて体でちょっと叩いて締めさせるんです、ピッと、決していじめじゃないですか、ここを使ってるんだよ、そうそう、ここを使ってここ力入れなさいっていうのを直接使ったら、はい、頭でじゃなくて体で締まらない、で、肩も肩の力じゃなくてこの肩の筋肉、ここに刺激を与える。怖いですよね。上からのか。最初やられたら腰取りますよ。あそこまで本当にこう真下という真下にポンと。それも結構は下半身。そうですね。ここでちゃんと我慢できてるかどうかってことですよね。なので鍛錬型ってもよく言われる。なるほど。他の流派だったら三鎮とかありますね。五重。あれも走ってあります。あれと同じ意味です。いや結構これは段が上がっても練習とかされたりするんですか、まあ、初段、まあ、最初の白帯の人たちに加減はしますよ、うん、それやりすぎて来なくなった人もいます加減をしながら、まあ、上達順度によってちょっと力を入れていく、
最初やって終わりの締めでまた内暗地やるとか、礼に終わり礼に終わるみたいな流れで内暗地やって内暗地で終わるっていう練習の中でもあります。So my understanding is that there are two main aims to their smacking approach. The first one is to physically understand the necessary muscles, and the second one is to resist against the force coming from various directions. Although I agree with the first aim completely, I'm still not sure if I understand the second aim correctly. Do you think it's necessary for you to resist against the force coming from a direction that the movement wasn't made for?For example, getting smacked upwards on your punching arm. Let me know your thoughts in the comment section below. In the next episode, I'll be training their kata of jiom, which was a lot more different compared to the gap between naihanchi and tekki. Thanks for watching all the way, and please leave a like on the video and check out my other episodes from up here. I'll see you guys in the next episode.